おはようございます。おはようございます。号令になってるね。じゃんくん。おはようございます。甘える号令です。起きたの？ってなるのね。何べんかさ、夜中っていうか、まあ明け方も起きたのかなと思って来るじゃん、うん、でもまた寝ちゃうからさ、うんうん、やっと起きたって思うんだね。待ってるんだね、ジャン君ね。ジャン君、ジャン君、よかった、来たって。そして、ポンちゃんは行っちゃうのってなってんのね。もうちょっとしたら戻ってくるからね、ジャン君。ポンちゃん、ポンちゃん元気なうんちしたね。おう。ジャン君、お帰り。ポンちゃん、よかったね。昼を過ぎて、まあこれから夕方に向かう時間帯ですが、だいたいここにいるよね、二人でね。窓際が朝方、日が入るのでですね、日の差している時はその下にホットカーペットをオンにした状態で二人眠っています。そこから、そうね、昼ぐらいに、まあパパとママがご飯を食べに行くので、その間このヒーターをつけておくとここにいます。今もついてるんですが、温まるとここかな。だいたい今の時間帯そんなに寒くないので、こうやって寝てる感じですかね。それで寒くなってくるとこっち来るかな。これを 100% にして今半分の、弱でつけているので、部屋は、暖かいですという流れですか。一日追ってもしょうがないんだよね。こうやって、あとはちょっと遊んだりして、またここへ戻ってくる感じかな、夜になるとね。優しいお兄ちゃんっぷりです。